皆さん、こんにちは。シネマコミュニケーター、高橋宏樹です。高橋宏樹のシネマ館配信。今日は、一人語りということで、ちょっと喋ってみようかなと思います。よろしくお願いします。今日はね、こっちか。画像、ポスター画像が貼っておりますけども。エストニア、イギリス合作の映画、ファイヤーバードという作品をご紹介したいと思います。ファイヤーバードっていうのはね、火の鳥の意味がありまして、火、熱、太陽の象徴であります。永遠の命と大きな愛の力が宿っていると言われてますけどね。でもその周りからすると、まあ、やけどをするという意味合いもあるんですけど、まあ、昔は、どうすか、火の鳥というよりもね、火遊び蝶々ということが 私たちの年代にはあったりするんですけども、こちらはね、1970年代後期のソ連占領下のエストニアが舞台です。いやらしいですけどね、モスクワで役者になることを夢見る若き二等兵セルゲイは、間もなく兵役を終える日を迎えようとしていましたが、そんなある日に、パイロット将校のローマンがセルゲイと同じ基地に配属されてきます。ね、二人ともね、セルゲイもね、美男子ですし、またローマンもね、美男子でね、ちょっと1970年代後半っぽくない、今の 時代のちょっと美少年っぽいところもあるんですけどもね、まあ、お話は、そうです。まあ、一目惚れ、二人が目と一目惚れするということで、まあ、BL でございますけども、まあ、今の時代ね、BL というと、そんなに、なんですよ、あんまり違和感がなくて、ね、自由ですから、好きになった相手が、同性だったっていう感覚で、私も別に周りでいても全然否定もしないし、まあ、人が人を好きになるっていうことだけですよね。結局それが性別関係ないっていうだけなんで、まあ、人が人を愛することはいいことじゃないかなと思います。ただこの時代は、タブーでして、そしてまたね、施設的にそういう学校内ですからね、ダメなんでしょうね。まあ、作品はね、この2人がずっとまあ、惹かれ合いながら付き合うわけですけども、まあ、そう簡単にはいかないことがあります。そして気持ちの変化っていうのもね、ありますから、この2人がどうなっていくのかっていうのが、まあ、見ていく作品です。でもまあ、ね、主人公2人がね、綺麗なんで、ね、それだけでも救われるし、全体に映像も綺麗です。そしてまあ、飛行機とかね、ジェット機ですかね、の飛行が映るんで、その辺も見てて、青春映画っぽいし、ちょっとアメリカ映画っぽいしっていう感じで見てました。まあ、卒業してからね、後半は卒業してからの2人のね、おのおの人生が、お互いの愛と、協調できるのかっていうところが、ミソで、ミソじゃないですかね。まあ、話は2、3点しますけども、その辺は劇場で見守っていただきたいと思います。こういうね、我々ね、BL としてはね、なんか名作になるかなっていう感じですね。これね、公開されてね、向こうでは、同性婚が認められたっていうぐらい、この世間に、どうですか、インパクトを与えた作品です。ぜひとも見ていただきたいなと思います。全国は2月9日金曜日公開です。関西は大阪ナンバーパークシネマ、ムービックス堺、ムービックス京都、キノシネマ、神戸国際、そして尼崎、ムービックス尼崎でも公開になりますんでね、ぜひとも見ていただきたいなと思います。そしてなんと、あれなんですよ、監督と主演俳優が緊急来日しまして、2月9日は関東方面、2月10日は名古屋と難波パークシネマ、そして2月11日日曜日はムービックス京都で舞台挨拶があります。私は2月10日14時30分の回、難波パークシネマ上映後のですね、舞台挨拶取材行っていきたいなと思います。配信であったり、文面でですね、その辺のことをお伝えできたらいいのかなと思います。こちらね、2月10日土曜日
14時30分の回ですけども、ナンバーパックスですけども、私が行く回ですね、もしご覧になりたい方がいましたら、インターネット購入ができます。これはムービックスの会員なのかな、会員様は2月7日水曜日17時からの予約。非会員様は2月7日水曜日21時からです。窓口は2月8日木曜日、劇場オープン、インターネットにて完売した場合は、窓口での販売はございません。本当ね、もうコロナ中は絶対来日とかなかったんで、リモートとかの舞台挨拶ですけどね、もう一応コロナ落ち着いたり、というかまだ流行ってますけど、落ち着いたので、来日することになりました。はじめね、監督だけ、そしてロマン役だけってなってたんですけども、セルゲイ役、3人とも揃いますから、もう絶対ないです。はい。通常料金で行けますので、招待券とかは使いませんけども、高く、普通ね、我々、日本のやつでも舞台やつだと高くなんですけども、こちらの方は通常料金で買いますので、ぜひとも皆さん、応援しに見に来てください。そして映画も、いろんなことを考えさせられる、感動もありますしね、いろんなことを考えさせられますし、もう一つの恋愛映画として見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。ぜひとも劇場の方に足を運んでください。ではまた皆さん、お目にかかりたいと思います。ありがとうございました。